GO GO。 どうも、タオラです。今日はですね、あのさ、俺に隠してることあるよねって問い詰めたら秘密を暴露しちゃうんじゃないか説を検証していきたいと思います。でこれはですね、以前 YouTuber さんとか、あと水曜日ダウンタウンでやらせたことなんですけど、ちょっとねやってみたいかなと思って、僕の友達にちょっと何人かに電話して、前俺に隠してることあるよねってちょっと真剣に問い詰めたら、いろんな秘密を暴露してくれるんじゃないかってことを今日は検証していきたいと思います。ってことで、それでは早速いきましょう。でどんな秘密が来るのかね、マジでちょっと楽しみだね。俺さすがにね、でもこの時刻はまだ起きてると思うんですよね。見えるかな、これ土曜日の夜の11時17分なんで、ちょっとかけていきたいと思います。あ、いやね。あ、ごめん、ちょ、今大丈夫？うん。あのさ、うん、急なんだけどさ、うん、お前さ、俺になんか隠し事してるべ。俺が？うん。待て、俺が隠し事してる？ああ、まあ俺に言ってないことあるでしょ。何系ね？考えればわかんだろ、聞いたんだよ。聞いた？まあなんだろう、はい、うん、あるかもしれない。聞いちゃったんだよね俺。うん、じゃあ言っちゃっていい？ちゃんとお前の口から聞きたいわ。お前にも被害出るかもしれないけど大丈夫それは。ああ、いいよ。いやー、わかるよ。完全にあれのことだなってのは俺は分かってるよ、うん、ちゃんと俺はお前の口から聞きたいわ。だよな、もう俺はでも反省はしてんだそれは、うん、言ってないことに。ついに言うとき来ちゃったか。これ来た。まあ言うわ。だからもらったサンプルのパンツあんじゃんね。うん、マジでちょうどケツの穴のとこにガチの穴開いた。何それ。どうでもいいわ。何やそれ。お前マジでごめん。マジでごめんって。マジでごめん。何？謝ることじゃないし、お前他だよ。それじゃねえ。他？逆にびっくりしたわ、なんか今。他ね。それくるみで。他？もう一個だけあるけど。だろ？それだよ。でも、まあ、こっちは大したことないんだけど、まあ、あの、沼津案件の時の、まくってたっていう感じかな。カットだわ、それはもう。カット。全面カットだわ、それはもう。これでしょ、完全に。これ、あの、今 YouTube 撮影してまして、いや、分かってますよ、さすがに。分かった。お前の入りのテンションで分かったわ。え、入りのテンションで分かったの？うん、いや、お前が俺隠してることある人は聞かないでしょ、どう考えても。完全におかしいことあってるでしょ。確かに。今 YouTube で、うん、あの、真剣な感じで、お前俺に隠してることあるっしょって問い詰めたら、なんかとんでもない暴露されるんじゃないかって、すごい検証してて。あり。俺、お前に隠し事一つもしてねえわ。ちゃんと心が通じ合ってたわ。安心、安心。当たり前だろ。当たり前だろ。じゃあ、おやすみ。もう一回しでね、音したら、もう今。じゃあ、おやすみ。何やね、パンツ穴開いたって。どうでもいいわ。んな今更暴露されても知らんって話やね。もう一人かけていきたいと思います。あ、もしもし。はい。あ、ごめん、今大丈夫？うん。あのさ、突然なんけどさ、お前さ、俺に隠し事してるべ。何のこと？俺に隠し事してねえ。隠し事？うん。何のこと？怖いんけど。いや、あるでしょ、聞いたんだけど。え、何関係？何関係って考えれば軽くね。わかんない。え、喧嘩を使えんのよ。マジで？うん。え、何にも？うん。何にも隠し事ないの？隠し事？うん、俺に言ってないことはない？なんか怖いんだけど、え、何のこと？え、ない？見当つけない。俺何も隠してない？何も言ってないことない？え、何？え、めちゃめちゃ怖いんやけど。ない？ない、え、ないんちゃう？おめでとうございます、潔白です。いや、今ですね、はい、YouTube の撮影をしてまして、あの、真剣に俺に隠し事してることあるっしょって問い詰めたら、何かとんでもない秘密を言ってくれるんじゃないか説を検証しまして。する人間違ってない。基本的に隠し事ないじゃん。いや、まあ、とりあえず近場からもしかしたらと思ってちょっと一応かけてみたんですよ。え、なんか怖くめっちゃ怖かった。いや、普通に怖かったんやけど。割とガチとないからな。なかったですね。見当つけへんし。何も見当つかなかったってことですね。だって何に結果も言ってくれへん。そう、だってないもん。めちゃくちゃやな。まあよかったです。じゃあまた。はい。ほな、また。バイビー。バイ。セーフでしたね。
あいつは何も隠してなかったね。ちょっとじゃあ、女の子友達で行きたいなと思います。かけますね。出るかな。どうしたん。あ、もしもし。どうしたん。今大丈夫。うん、急にごめんな。うん、あのさ、うん、お前なんか俺に隠し事してなかった。は、何、気持ち悪い。え、なんか言ってないことなかった。ないよ。何ない、何もないんちゃう。言ってないこともないん。そりゃ全部は全部言ってへんやん。まあそうだけど、なんかちょっと待って、ゴーキーお風呂あげなの、うん、後でかけなさ。やばいな。なんかみんなやっぱ最初は何がとか言ってね、みんなめっちゃびっくりするね。ちょ、じゃあちょっと違うやつにかけたいかな。こいつなんかありそう。なんかありそうなやつにちょっとかけるわ。あ、待って、かかってきた、さっきの女の子。え、あ、もしもし。なんなんほんまに。ん、何。いや、そのまんまなんだけど。意味わからへん。え、何も言ってないことない。そんなん全部が全部が言うわけないやん。何のこと。わかんない。何、考えて何もわかんない。わからんよ。おめでとうございます、潔白です。マジでうざい、ほんまに。いや、やばいから、ほんまに。え、なになになに、喋りたくない。怒ってんの。違う。え、あんな、ごめん、なんかいろいろあった。ちょっと向こうの状況がちょっと今親子喧嘩してまして、ちょっと気まずい状況になっちゃい、ちょっとカットさせてもらったんですけど、まあやっぱね、みんなが電話でいつでもパッと出て対応してくれってわけじゃないんで、これがまあリアルなんで、でいろんなことが今この同じタイミングで、こっちは楽しいことあるけど、こっちは悲しいことが起きてるっていうのを皆さんにも理解してほしいですね。はい。で、コロナでみんな幸せな時もあるし、悲しい時もある。それはいつでも一緒だと思うんでね、みんないろんな考えがあるので、やっぱお互いの気持ちを理解し合うことが、そこで喧嘩したかどっちが悪いとかじゃなくて、お互いを理解して、なんで相手がそう思ったのかなっていうのを理解して、初めて受け入れて、そこから自分の意見だったり、あ、こうだったのかとか理解してあげることが大事だと思うんで、間の考えもちゃんと尊重してあげてください。じゃあ、まあ次に移っていきますということで。はい、トラブルがありますね。ちょっとね、次はなんかありそうってやつにちょっとかけてみたいと思います。あ、もしもし。もしもし。あ、急にごめん、今大丈夫。何、どうした。お前さ、うん、俺に隠してることあるべ。何、何もないよ。マジで言ってないことあるって。何、正直何系の話。何系ってお前考えわかるんだろ。ないんだけど。聞いたんだよ俺。何か、ちょっとお前の口から言ってほしいもん。何よ、全く分からん。何系あるべ。聞いたんだよ俺。何よ、分からん。本当にないの、聞いたんだよ俺。分かんねえよ、誰から。何、自分の心に聞いてみて。誰からとは言わないけど。聞いたんだよ、そこ。本当にやましいことないのお前。あった、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 分かった気がする。言ってみて。じゃあいいじゃん。いやいや、チューしたって話でしょ。ちょ、チューしたの。そんな、そういうことなんじゃないの。それ聞いたんじゃないの。それじゃないの。聞いたんじゃないの。てってれー、アウトお前マジか。ちょ、今 YouTube の撮影してて。やっぱ持ってたか、お前。何それ。YouTube で、電話で、真面目に、なんかお前俺に隠し事してるでって問い詰めたら、とんでもない秘密を言ってくれるんじゃないか説を検証してまして、だな。いや、そうだよ。言っちゃったよ。なんだよ、お前。やめろよ。だな、お前。これどうしよう。いや、普通にハマった自分じゃマジで。がっつりチューしたの。あ、普通になんじゃねえ。聞くなよ、そこまで。それ以上。それ以上はない。ほんと、そうそうそう。ほんとに。くる、マジでハマってる、説立証されてるわこれ。なんとなく言ってくれるんじゃないか説は俺の中であったから、ちょっと試しに行ってみたら見事にヒットした。えぐ、うわこれ編集大変やな俺これ。はい、ありがとう。にハマったわ、なんか俺やらかしたんかなみたいなね。ありがとう、バイバイ。みんな聞いた、やばくね、とんでもないこと言い出したこいつ。やっぱ持ってたなこいつ。うわ、えぐ、怖い世の中、言葉が出ない。言葉が出ないってまさにこのことや。じゃ あ、まあもう一人二人ぐらいちょっと行きたいと思います。パンチ重すぎたな今のは。起きるかな。あ、もしもし。もしもし。今大丈夫。大丈夫だよ。あのさ、ちょっと聞きたいことがあってさ、電話したんだけどさ、うん、お前さ、俺に隠してることない。
何ないんだけど。え、何もない？何もない。言ってないことないの？隠してること？うん、何もないよ。本当に？何？本当に何もない。うん、一切隠し事ないと。え、隠すこと？なんか俺に言ってないことない。何関係？いや、まあそれはちょっと自分で考えてみてください。待って待って、全然わかんないんだけど。何？俺に言ってないことない？何？おめでとうございます、潔白です。何が何が？ごめん。今ですね、ちょっとね、YouTube の撮影をしてまして。バケモン普通に怖すぎ。あんなドッキリやね。急に電話かかってきて、俺に隠し事してるでしょって問い詰めたら、とんでもない暴露をしてくれるんじゃないか説を検証してまして。怖すぎ普通に。なかったですね。ねえよ。おめでとうございます。何切れてんだろうと思って怖っと思って何かしたっけな全然ないんだけどな怖すぎ普通に YouTube はしっかりやんないでくんねじゃあまたでまあ最後かな今日も時間12時過ぎたんで先輩にちょっと最後かけていこうかなって思うんでじゃあちょっとかけますねもしもしどうしたあもしもしお疲れ様です。ズーム中だぞ今友達と。え、大丈夫ですか今時間。初めてのズーム中だよ、大丈夫だよ。どうした？大丈夫ですか？うん。一つ手で聞いたんですけど、うん、隠してることというか言ってないことないですか？え、ないけど、ないどうした？なんもないですか？何それ YouTuber みたいにやめてこれ。いや、YouTube とかじゃなくて普通に本当にないよ。なんか噂で聞いてちょっと、うん、と思って電話したんですけど、うん、え、なんもないよ。いや、なんか僕の口から言うのはあれなさんの口からちゃんと聞きたいなと思って。え、何それ？何もないよ。おめでとうございます、潔白です。え、何どうしたの？どういうこと？いやですね、今その YouTube やってたんですよ。急に電話来て、お前俺に隠し事あるんだろって問い詰めたら、とんでもない秘密を暴露するんじゃないか説っていうのを検証しました。いや、マジでびっくりしたけどさ。あれかなとかは別に今ないから一緒に来たんだから何も浮かばなかったっすか？ほんと、ちょっと浮かんだことあったけど。え、浮かんだの？強いて言うなら。え、言わないよ別に。言わないんかい。普通にお前からね、久々すぎてびっくりした、ね、しかもその質問でなんかバレたのかと思ったし。ヒヤヒヤした。はい、とりあえず検証がね終わったんですけど、これね、人って結構隠し事があるんだなって改めて思ったわ。皆さんもねこれやるときは気をつけてくださいね。知りたくないことも知るかもしれないんで本当にマジでよかったよね。マジで、いやでもよかった。結構面白かった。こっちもやってて楽しかったです。皆さんご協力ありがとうございました。はい、こんな感じで今日の動画終わっていきたいと思います。それではまた皆さん次回の動画でお会いしましょう。イエイ。